こんな可愛い演技できるかって、この二人でこんないい感じになるのかと。確かにいや、まだ誠一郎さんと小林よ介さんですね。第八の第八弾、不思議な声の。 解釈ででされていたお二人で、はい、多分この二人はこれだけなんじゃないかなと思うんですけど新人、うんまあ、さんにしてはねすごくたくさん出てらっしゃって活躍されてる声優さんかなって思うんですけどうん、うん、私は小林栄介さんは結構もともとアニメとか見てたのでうん、うん、結構好きな声優さんででも b l CD を聴いてて、うん、すっごい可愛いなって思ってたんですけど、うん、特にこの CD 聴いた時に「うん、待ってこんな可愛く演技できるんだ」って。 っちゃ思ったんですよ、うん、であのもちろん設定が私好みだったっていうのももちろんあるんですけど <laughs> その私がね好きな攻めっていうのは大体い、はいはい、本当に優しいんだけどちょっと事情があってはい、はい、受けにちょっとひどい当たりをしなければいけなくなってしまうて後から反省するっていうのが好きなんですよ <laughs> 私は。でこの話まさにそういう話で。山下さんの演技を初めて聞いた時に、うん かうん、そうなんだけどあこんなになんかちょっと、ね、この絵見たら分かると思うんですけど、うん、ちょっとやんちゃな感じはする感じもすね、うん、刈り上げてる感じのキャラなので、ね、少しそうやな感じもする役をやられていてもうん、あなんかぴったりだなってすっごい思ったし、うん、あとやっぱり私の基準は塗れ場、うん、が。 すすすごくかかりやすかったですよ結構お二人とも声の質的には割と似てらっしゃるのかなって思うので、うん、聞き分けができないこともありうるのかなって思うんですけど初めて聞いたたのに分かったんですよ体の動かし方の感じの息が合ってるから動きがすごいよく分かった そう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 そに、ね、そう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 そかそう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 てうそ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 うんうそ、ん、うそ、ん、う,う,うん、うん、でうそうそうそうがうそ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 ううそうそううそ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 う いいんですよ。ちょっと前のチルマコにあの出てください。ご出演された時に私生であのその朗読も聞いたんですけど、もう本当に可愛いし演技上手いし、なんかもう演技上手っと思ったんですよ普通に。だから本当に素晴らしい声優さんでもあるんですけど、小林さんってちょっとなんかかわいそうな役めちゃめちゃありません。可哀そうなのがなんか本当にかわいそうだなって思うんですよ。なんかその いわゆる不憫な男の子みたいな<う>不憫受けみたいなのやらせたらマジで本当にうまいなって思ってさっきからあのチャット欄でも結構見かけるんですけど「恋、はい、なくと」と、はい、か小林さんが言っててすごかったっすね。 とか,ちょっとかわいそうだなーみたいなことを思わせる役が合うっていうのもすごい才能だなって私は思って,いてい本,当本当に本当に本当になんか不眠不眠でかわいいねーって思えるという素晴らしさですよね。でもなんかこの役は割となんだろうな、うん、パッチキじゃないけど。確かに なんか先輩っていう感じなんですけど、うん、なんか先輩への思いあふれすぎて暴走しちゃってる系験、うんうん、でなんかそれを、あのー、山下誠一郎さん演じる攻めが割りと包容力高めにいくんですけど、まあ、まだ学生でお若いので、うん、なんかそういうことになると暴走してしまうという、ね、ような、ね、う男子高校生ならではのお話になっていてその辺の初々しさもすごい合ってたのかもしれないですね、うん、今考えると。私は、ね、このやっぱり ダンハジのハチは、ストーリーもそうなんですけど、新しい声優さんのコンビが発見できた CD としてめちゃめちゃ聞いております。うん、確かにダンハジって、あ、この組み合わせなんだっていうのがやっぱり結構多いっていうか、はい、うっていうかなんか聴くやつ全部そうかもしれない。しかし確かに、あの江口さんのやつとかも私、いやー、この二人でこんないい感じになるのかと、確かに、すごいびっくりした覚えが、うん、確かに。うん 結構そのキャスティングが意外性があるんだけど聞いてみたらすごいしっくりハマるっていうかほんとに何だろうでキャスティング考えてる人神かなって <laughs> 本当にすごいですよね。新しいカップリング発表されるたびに「えっこ,こ,この2人?」みたいな感じで「どうなるの?」みたいなことを思うんだけど<う>でも聞いてみると「あ いやむしろもうこの2人じゃなきゃ無理だったよねみたいなのが多いのが段端かなっていうふうに思うんですけどねあでもやっぱ「<laughs> アフターディスクも聴きました」っていう人もいるし、うん、小林さんは初演技からすごい演技力でき、うん、ですよね、うん、あ聞こえるね聞こえるめっちゃうん、うん、あれいい CG ですよねそう小林修介さん狂いなくも好きです、うん、そうそうそうまあでもこの2人のこの 感じキャラの感じとか声の感じはもう私の趣味に結構現れてるのかなともはい思いましたねだからやっぱりその辺も個人のやっぱこういう組み合わせとこういう組み合わせが好きっていう個人のなんか趣味趣向みたいなところとも関係してくるのかなって思いましたはいということでですねいぜひまだ聞いたことない方いたら聞いてみてください。はい